はい、こんにちは。今日は集塵機の製作をご覧いただきます。1号機は完成をしております。1号機はこんな状態になっております。こちらが押切丸の子です。これに集塵機をこのようにつけてあります。丸ノコは起動しません。こちらのスイッチを、こんな状態ですが、集塵機の威力をご覧いただきますと、サイクロンがご覧いただけましたか。もう一度回しています。これが集塵機1号機です。本日、オークションから仕入れました掃除機が到着しましたので、
パックですね。ゴミ入ったまま到着です。さあこれを分解です。はい、塗装が完成しました。リアトルクを外してしまいましたので、起動電流が最大に出ています。これがサイクロン。これがゴミ箱ですね。こんな形にしますね。中古のホースです。これが装置です。それでは取り付けを始めます。
よし。さて。いや、難しいね。できました。紙パックは難しいですね。よし。はい、これで2号機の完成です。はい、デボルトのテーブル層が並行輸入で届きました。これを少し改造し、2号機集塵機に取り付けていきたいと思います。スイッチから連動コンセントを取り出しています。モーター起動と集塵機が同時運転をします。
これが紙パックです。粉塵は来てますが、切り粉は全く来てません。これを取り付けます。これで2号機の完成です。